私は今フェイスブックを見てました。私はですねフェイスブック本当に始まった時ぐらいから使っているんですけども、フェイスブックだとかあとはツイッターだとか今ではインスタグラムだとかいろんなものも本当に新しいもの好きなのでどんどんそれを取り込んで使っていますけども、まあ、時には時間を忘れて気づいたら1時間2時間なってることもあって、あ、ちょっと時間無駄にしたなっていうこともあるんですけども、でも自分の友達が何をしているのかとか、どういうふうなことを今して楽しんでいるのかとか、そういうことを知れてとっても便利ですよね。皆さんもそういうふうに Facebook だとか Twitter だとか Instagram だとかいろんな LINE だとか本当にいろんな SNS をしておられると思いますが、皆さんはどれぐらい一日の中でどれぐらいそれを使っているでしょうか。あるいはそれを何のためにその SNS を使っているでしょうか。今日はその SNS と、まあ、インターネットについて私たちがどういうふうにそれと付き合っていけばよいのかを考えてみたいと思います。インスタの方でしたら結構やってて、フェイスブックとかもたまにやってるんですけど、いちいちもう3回以上は多分入ってみたりしてます。まあ、朝起きてすぐ見てみたいな。で、まあ、電車乗ってる時とか行く時、まあ、ここでもちょっと時間5分でもあったら見ますね。まあ、1日だからまあトータルしたら5時間ぐらいは見てるんじゃないですかね。1日にもう何時間でも触れてた時期があったんですけど、最近はやめてあんまり見ないです。地下鉄移動する時とか数分見て、でそれもあんまり深く見ずにこうさーっと見て、なので1日、30分未満だと思います。インスタグラムです。もう会社の休憩だとか電車に乗った時にはもう常に見ています。友達が何をしているのかを見たりだとか、なんか興味のあるものを見てそのためにしています。近所報告みんなの見たいからそれだけですかね。なんかどんなみんな何して遊んでるんかなとか、そういうの見たりとか、あとはまあ YouTube とかではまあ賛美をずっとまあ導きやってるんで、その部分でまあいろんな賛美見て、でこういうやり方もあるんやとか、こういう賛美新しいの出たなとかいうのも見たりしてるんで、悪い方向に陥ったりしてたんですけど、ちょっと楽しそうやし幸せそうな写真を見たら、なんか今の自分と比べたりしてもうて、あの人たちはあんなに幸せそうであんなに頑張ってんのに私は何やってるんだろうっていうのが結構あって、うつだったりしてたんですけど、うつまでいかんかったからちょっとなんか自分の生活なんでこんなんだろうって思ってたんですけど、今は少しずつ克服しています。今インタビューを見てもらいましたけども、インタビューの中でも皆さんSNS をもうフル活用してるって言ってましたよね。ある人はまあ5時間ぐらいその SNS を毎日毎日使ってると、電車に乗ってる時とか、まあ、いろんなこの空き時間で見てる時に、まあ、暇つぶしのように見てる人もいるとありましたよね。先ほども言いましたけども、私は今本当に SNS をフル活用してます。 Facebook も Instagram も Twitter も使ってますけども、私が学生の時にはそれらのものは一つもありませんでした。スマホもなければ携帯もない、あるとすればポケベルしかない時代だったんですね。携帯もなくて、今でも覚えてるんですけど、友達が本当に車の中に積む電話を外にこのショルダーバッグのように背負って使っているのを覚えてますけども、そういう時代だったんですね。でも今はスマホの時代になって、私もちゃんとスマホを持ってですね、もうありとあらゆる SNS を使ってます。本当に便利です。いろんな情報を取ることができますし、先ほども言ったように友達のことも知ることができて、自分の本当に必要な情報も検索することができて得ることもできます。これをまあ使わないっていう選択はもう今では考えられないほどになってるんですね。ということは、この SNS インターネットに対して私たちが向き合っていく問題になるのは、それとどう付き合っていくのか、どういうふうにうまく使っていけばいいのか、どういうふうにして私たちは良いものを受け取って、悪いものは、私たちに悪影響を及ぼすものは避けていくことができるのか、そこが問題になってくると思うんですね。私たちが SNS と、まあ、インターネットとうまく付き合っていくために、まあ、一つの大切なこととして、
まあ、自分のこの SNS に対して、まあ、インターネットに対してルールを持つっていうことが、まあ、大切なこととして言えると思うんですね。まあ、例えば自分の中で SNS にいろんなものを投稿するときに投稿する内容として、まあ、人のことは書かないだとか人のことを傷つけるような内容を言わないだとか、まあ、そういった類のことを自分のルールとしていつも持っておくっていうこともできると思うんですね。まあ、聖書の中にこういう言葉があります。すべてのことはしてもよいのです、しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです、しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません。私たちは、まあ、SNS に限らず他のことでも言えることですけども、でも特にこの SNS だとかインターネットに関していつでも見ることができますし、どの情報を見るかっていうのは自分で選択することができます。本当に自由がそこには与えられてますけども、全てのことが私たちのこの心にとって私たち自身にとって徳を高めたり有益になるとは限らないですね。私たちはそこで選択をしていき、自分で良いものを受け取る、そして悪いものは避けていくっていう線をうまく私たち自身が引いていく必要があるんですね。もし私たちがそこからいいものではなくて、自分が本当はそれをすべきでないことに時間を注いで自分のこの労力を注いでいくならば、御言葉にもそれもありますけども、蒔いたものは刈り取ると、それに対するもう刈り取るものも受け取ってしまうことになるんです。 SNS を使う中で本当にもう一つ大切なことは、覚えておかないといけないことの一つは、私たちは SNS を通して自分のアイデンティティを確立すべきではないっていうことなんですね。例えば SNS に書き込んだ、自分に書き込んだものに対する反応を見て自分のアイデンティティを作っていく、そういうふうにしてしまうと本当にそこに依存してしまう。そこの反応が悪ければ自分のアイデンティティが崩れていってしまう、自分自身のこの存在価値が薄れていってしまうことになるんですね。先ほどのインタビューの中でもある人が言ってました。私は SNS の友達のことを知ったり書き込みを見たりして、なんか自分自身のその劣等感を感じたり、鬱的なところに入っていってしまっていたっていうことを言っている方もいましたよね。そのように私たちがそこに何か依存してしまって、そこに書かれていること、自分の書いたことに対する反応によっていつも自分がそれに揺り動かされる、振り回されるならば、自分のアイデンティティがそこにあるものでこう一喜一憂とか高められたり下げられたりするものになってしまうと、本当に良いものがそれを悪いものに変わってしまうと思うんですね。皆さんは境界線という本を知っておられるでしょうか。かなり前に出た本ですけども、最近になって新しい版が出ました。そしてその中には SNS とインターネットのことについての章が加えられていました。でその章の中に FOMO という言葉が出てくるんですね。それはある英語のこの言葉を省略した言葉なんですが、それは Fear of Missing Out という言葉を省略したものです。どういう意味かというと、何かみんなについていけなくなることを恐れる、みんなが知っているのに自分だけ知らないということを恐れてしまうという言葉なんですね。それはどういうことかというと、まあ、SNS 使っている人はもしかするとそういう経験があるかもしれませんが、みんなは知っているのに自分が知らないでいることに対する恐れと、あるいは自分がどう思われているかということに対する恐れ、自分がどういうふうに受け取られているかということへの恐れということが言われてたんですね。そして本当はそれは恐れる必要もないですし、そこにそこまで情報をみんなとついていくことができるようにしなくてもいいことなのに、その恐れがあるからどん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 そのためにみんなと同じように情報を知っておこうとするために時間をいっぱいいっぱい使っていくことになるんですね。それで本当に自分が受けることができる大切なことを受けることができないようにさせていく場合があると思うんです。例えばそこに本当は時間はかけなくても、もっとその SNS を使わなくて、本当は顔と顔を合わせて家族だとか他の友達だとかと会うことの方がもっと大切なのに、
その時間を奪ってしまうだとか、リアルにそういうふうに人とコミュニケーションを持つことでそこで励まされたり心が力づけられたりする、そのことができるのに、その時間がその恐れのために奪われてしまったり、あるいはこの想像の世界で、思い込みの世界でそのことがこのなされていくので、どん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 本当はそこに縛られる必要がないものに、自分の心を自分でこの縛られているようにしていってしまうということに陥ってしまうと思うんです。私たちはこの想像の世界、あるいは思い込みの世界でその不安がもっともっと大きくなっていって、その不安をかき消すために、そのために膨大な時間を使ってしまっていくことになるんです。先ほども少し触れましたけども、私が若い頃はまだ SNS もインターネットもありませんでした。デジタル時代ではなかったんです。でもこのデジタル時代の中で感じる恐れと同じ恐れを感じて生きていたんですね。例えば人からの評価を気にしてみたり、人がどう思っているかということを気にしたり、人の注目をこのどうやったら得ることができるか、そしてそれを得続けることができるかということに、この毎日の生活の中で恐れて、それを得続けるにはどうしたらいいかという考えながら、それに縛られて生きていたんですね。でも私は今そこから解放されて生きることができるようになりました。その中で一番大切だったことは、自分の価値を知るということです。自分のそのままの存在が価値あるもので、自分は愛されているんだということを知るということだったんですね。そして自分のその価値は外からの何者によっても影響を受けることがないという、もう本当にその真理をしっかり知って受け取るっていうことが、自分を解放する一番大きなきっかけとなったんです。私たちが真理を知っていくならば、何が良いことで、何が自分に必要で、何が自分に必要でないのかっていうことに対して、しっかりと線を引くことができるようになると思うんですね。そして自分がみんなの情報についていけなくなることへの恐れだとか、自分がどう思われるか、自分がどう思われているのかっていうことに対する恐れだとか、それがだん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 気にならなくなっていくと思うんですね。そこからふとした時に、そこから自分が自由にされていることに気づいていくと思うんですね。聖書の中にこんな言葉があります。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。もう一つあります。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。このように真理を知るならば、本当に真理が私たちを自由にしていくんですね。本当に縛られる必要のないものから私たちを自由にしていく、それが真理の力なんです。私は今日、自分たちがその SNS を使ったりネットを使っていく中で流されてしまわないために、一つの提案をしたいと思います。このような真理をですね、一つ一つ、聖書に書かれている真理を一つ一つ口に出して、この言い表していく、口ずさんでいくっていうことを皆さんにしていただきたいと思います。例えばこういう箇所を口ずさんでいただきたいと思うんですね。一つはマタイの3章17節ですが、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。他にもイザヤ書の43章4節です。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。最後にもう一つ、ローマの8章39節です。どんなものもキリストにある神の愛から私を引き離すことはできません。こういう言葉をですね、他にもいっぱいあると思いますけども、こういう真理の言葉を例えば紙に書いて、私もよくしますけども、紙に書いて自分の部屋の中の目につくところにいっぱい貼って、それを見るたびにその言葉を口に出していく。そして出していくならば、それが自然といつの間にか自分のしっかりアイデンティティにこのなっていくというか、そのことを受け取れば受け取るほど自分のアイデンティティがしっかりと確立されていく。自分は価値があるものなんだ、
外からのものによって自分のその価値観だとか存在の価値だとかアイデンティティは影響を受けることがないんだっていうことを、この真理を言い表すたびに、この自分の中にそのことを確立していっていただけるものだと思うんですね。ぜひそれを皆さんもしていただきたいと思います。本当に直接的なそれがなんか解決途方のように感じないかもしれませんけども、それを知っていく、そのプロセスの中で知っていけば知っていくほど、この自分がこの SNS やインターネットで縛られる必要のないものからこう解放されていってる自分を見出すことができるようになると思うんですね。それをぜひ体験していっていただきたいと思います。